今日はこういう結果だったけど、まあ、今の率直な気持ちは、まあ、3年間積み上げてきたものが全部出せなかったんで悔しいですけど、それでも今はもうやりきったっていう思いしかないです。まあ、こういう大会優勝して初めてで、決勝に上がったのも初めてで、多少緊張に。そうです、正直言うと昨日の夜めっちゃ寝れなくて結構不安ばかりだったんですけど、まあ、案の定体とか重くて思うようなプレーできなかったのは残念でした。そこはちょっと精神的なところ。そうです、自分ではそんな思ってなかったんですけど、まあ、いざ寝ようとしたら全然寝れなくて、まあ、それはまだ自分が全然ダメだなと思いました。3年間優勝というチームになって、来年はまあトップチームになるんですけど、まあ、この悔しさを勝てばトップチームはどんな感じでしたいと思いますか。そうですね、開幕からスタメンで出て、去年よりたくさんのサポーターがトップもいるので、そういう人たちに感動を与えられるようなプレーができたらいいなと思います。結構この開幕まで、まあ、キャンプとかシーズンの始まるまでもかなり勝負だったと思います。そういった中、自分では何か目標というかプレーとか精神的に鍛え上げたいと思っています。でも自分はとりあえずがむしゃらにやるだけで、まあ、上の人たちのいいところを盗んだり、まあ、がむしゃらにやって、それで結果開幕スタメンっていうのがついてきたらいいなと思って。